ココナッツジュースは若いココナッツの中に含まれている透明な液体。シンガポールで販売されるココナッツジュース用の若いココナッツココナッツはココヤシの果実で成熟するにつれココナッツジュースは徐々にココナッツの果肉と空気に置き換わる。若いココナッツの果肉は少なく柔らかくほとんどゲル状である。 ココナッツジュースは、熱帯地方、特に東南アジア、ハワイ等の太平洋諸島、カリブ等で人気の飲み物であり、生や限り、ビニリで販売されている。脂肪は含まれておらず、100グラムあたり16.7キロカロリーと低カロリーである。ココナッツジュース用のココナッツは慎重に包装され、様々な場所で売られている。アジアでは、ココナッツの緑色の外殻は取り除かれ、 中身がラップに包まれて売られる。中央、アメリカ、特に、コスタリカやパナマでは、高速道路の停留所や海辺で、アグアデピパという名前で売られている。そこでは、鮮度を保証するために、客の目の前でココナッツを切って提供される。ブラジルでは、ココナッツジュースは、アグアデココと呼ばれ、オレンジジュースに次いでよく売れているジュースである。ココナッツジュースは、 通常の缶やテトラパックに入れて売られている。カリウムやミネラルを豊富に含むため、スポーツドリンクとしても販売される。実際、コップ一杯のココナッツジュースは普通のスポーツドリンクよりも多くの電解質を含み、一本のバナナよりも多くのカリウムを含む。ココナッツジュースには人それぞれの好みがあるが、一般的には表面に いくつかのシみができた緑色のココナッツのものが最も人気がある。ココナッツが収穫された場所によっても風味の違いがある。例えば、インドのココナッツは甘く、ブラジルのココナッツはマイルドで、バングラデシュのココナッツはその土壌のせいで若干塩味があってとても甘い。生理食塩水が入手できない発展途上国では、 ココナッツジュースが、静脈点滴に用いられることもある。ココナッツジュース用の新鮮なココナッツは、通常身が、緑色のうちに木から収穫され、内部の液体に届くように穴が開けられる。若いココナッツでは、液体には圧力がかかっており、内側の殻を貫通した時に液体が飛び散ることがある。ありがとうございます。